こんにちは、速稼塾の久保です。ドリームアカデミアのね、販売、すごいですね。120万になるんですね。まあ、私はそのお金がない人が困って、でビジネスを覚えたいっていう時に、最初に120万だとね、ちょっとその金がないから困ってるんだよみたいになっちゃうんだろうなと思って、まあ速稼塾はね、この30年ローンのこの形をこのままね、続けていこうかと思います。まあただね、やっぱり吉谷さん、私思うんですよ。これ吉谷さんのドリームアカデミアにこう塩を送るわけではないんですけどね、公平に見て、たとえ120万って言ってもね、これ月収100万とかになるわけですから、相対的にただみたいなもんですよ、もう本当にね。だから120万払うのがもったいないと思うってことは、120万が稼げないと思っちゃってるってことなんだろうなと思うんですよ。いや、それこそね、100万なんてポンポン稼げるようになりますよ、ちゃんとビジネス覚えたら。でそのための設計図もちゃんと入ってますしね。でまあ最初の3万とか5万を稼いでいくってこと、これができない人に月収100万とか無理ですから、じゃあまずは自分の力量に合わせて3万とか5万を稼いでいこうよと。でそれができるようになったら月に30万とか目指していこうよと。で50万にしていこう、100万にしていこうみたいな感じで、少しずつ実力とともに自分の稼ぎの能力って上がっていくと思うんですよ。で吉田さんもドリームアカデミアはね、最初確か39万8千円とかだったでしょ。でそれを何年もかけて120万してるわけですよね。何年もかけて自分の力に合わせて、自分のプレゼンとかね、緻密なやり方とか、それから経験とか実績とか、こういうのも込みで、ね、だんだん価格に見合ったようなね、サポート体制とか、その内容になってると思うんですよ。だからそう考えると、私は別にその高いとは思わないですね。別にドリームアカデミアみたいな塾が120万だとしても、そのなんですかね、奨学金を、なんかね、もらいながらって借りながら大学4年間行くよりは随分いいですよ。これは本当にそう思います。でその一部にね、私のコンテンツも入ってるということなんですけども、ちょっとね、現代風に合わせたコンテンツにした方がいいですかね。自己アフィリエイトのやり方も、言ってみれば私それ2013年当時のやり方なんですよ。ただ2013年当時のやり方で一軒家を一発購入したっていうストーリーがそうでできてるんで、それはそれでね、大切にしたいと思うんですけども、今私がこのね時点から48歳で初めてネットビジネスをやりますっていう時に、どういうふうな進め方をするかっていうことは、今はね、この瞬間だとポイントサイトなんですよ。ポイントサイトを中心に自己アフィリエイトもやっていくっていう形になるかなと思います。で、そのポイントサイトなんですけども、10月の下旬に私ね、登録したモッピーっていうのが今ちょうど2ヶ月なんですけども、確定現金で6万円を超えたんですよね。で未確定を合わせると26万で、これからその未確定が 2,3 ヶ月かけて、要するに今この時期ですけども、どんどん確定に変わってくる時期だと思うんですよね。要するにそのポイントサイトとか自己アフィリエイトの確定金額っていうのは、3ヶ月前の未確定が3ヶ月の審査のもと確定に変わっていくっていう形なんで、やっぱりね、ネットビジネス参加して初月とか次の月からポイントサイトであったとしても、じゃあ現金が手にできるかって、そんなことないんですよ。やっぱり100日ぐらい見とかないといけないんですよね。ただそんな100日も待ってられないんで、私はその自己アフィリエイトを教えることによって現金をまずもらうってことをね、すでにビジネスを始めたって形なんですよね。でこの方はね、あんまり崩れないと思います。結局誰かにお金をくださいって言わないとお金入ってこないわけですから、それこそね、人にセールスせずに、なんか誰にも気づかれずに、入金がいつの間にかありました、誰が払ってくれたか分かんないお金がありますみたいなことを望んでいるから雲をつかむような話になりますけども、私は一人一人目の前に、それこそ知り合いとか、自分の店舗をやってた時のお客さんとかね、取引先の方とか、自分のその社員とか、こういう人になんか2万円ちょうだいって言って自己アフィリエイトを教えてたわけですからね。でこんなにね、信頼関係を壊したくないと思うような関係はないですよ。でそういう方からお金いただいてるんで、やっぱりね、このお金は誰からもらったのかなってことが、本当にね、1万円札に書いてるみたいな感覚ですよね、名前が。ですんで最初いただいた報酬80万、初月で80万になったんですけども、本当使いにくかったです、とっても。だから私はその80万で引っ越して、新しいセミナールーム付きの久保広ハイツに変わってね、袋町公園の前ので、そこでさらに多くの人を迎えようっていう風な次のステップへの投資に変えていったわけなんですよ。要するに速稼塾の最初の1年っていうのは、速稼塾に参加した方の塾費用が作っていったということなんですよね。
だから私がね、私利私欲のために使ったお金って全然なくって、だからその時にあった借金を返すのが数年後に繰り越されたわけですよ。だからもらった金でどんどんね、借金返したわけでもないですし、まあ本当に速稼塾を構築するために、もっともっと一日も早くね、素晴らしいものにするためにお金をつぎ込んでいったって形なんで、私も最初はね、販売した商品はセルフバッグの19,800円でしたけども、その年のうちに198,000円の総合コンテンツを売るまでになったわけですよ。要するに速稼塾は値段がね、10倍になったわけですよ。そう考えたら吉谷さんのドリームアカデミアは40万からスタートして400万円になったわけじゃないんでね、まだまだその、この価格としては相対的にはただ同然なんじゃないかなと思いますし、そして私の提供させていただいているね、ドリアカの中のコンテンツもそろそろ刷新する時期が来てるんじゃないかなって気もするんですよね。これ2021年を機会にちょっとね、また改めて変えていこうかなって気にもなりますね。ということでね、今回はドリームアカデミーについて思うみたいなタイトルにしておきましょうか。はっきり言ってね、速稼塾の歴史を吉谷さんが見てるように、ドリームアカデミーの歴史も私はそのドリアカができる前から見てますからね。でお互いにすごくね、面白い関係だなと思ってますんで、こんな関係は世の中探してもなかなかないと思います。多分ね、こういう風な関係始めてもどっちかの塾が最初にね、潰れたりとかね、詐欺られて炎上したりとかでやれていけなくなっていると思うんですよ。なんかその詐欺商材ばっかり紹介するようなね、なんかラインアウトになってみたりとかね。で私は吉谷さんで基本的に自分のものしか紹介してないですからね、他者が入ってこないんですよ。まあ紹介するとしたら一緒にコラボしてイリュージョンみたいな感じでね、お互いのことをやるみたいな。だからなんかその視聴者さんってかぶってますよね、結構ね。それも私の結構好きなところなんですけどね。いってらっしゃい。